こんにちは、みです。今日お話しするテーマは、努力の質を上げる方法になります。努力の質を上げる方法です。動画の最後にとても大事なことを話しているので、最後まで見てほしいと思います。それでは、努力の質を上げる方法ですが、結論を先に言ってしまうと、努力の質を上げる方法はデータを取るということになります。現在世界のサッカーを見るとプロのトップチームというのはたくさんのデータ収集を行っています。チームまたは個人のデータというのが大変貴重なものとなっています。対戦相手の特徴などのデータを収集して試合の対策を立てているわけです。またそれはサッカー選手個人にも言えます。例えば試合中の走行距離、シュート数、試合中どのエリアをどのくらい動いているのかなどの個人個人のデータを取ってそれをトレーニングに役立てているわけです。ただなんとなくやる努力とデータを取ってですね可視化するとでは成長速度が変わってきます。データを取ることで成長というのがよりはっきりとですね可視化できるようになっています。まず一つ目は筋力トレーニングの記録を取るというところです。日本のサッカーという競技においてですね筋トレは結構敬遠されがちだったりします。そのせいかなかなか筋トレを専門にですね細かく指導するトレーナーがいないのもあると思います。その結果ですね僕たちは独学でやるしかなくてそうなるとただなんとなく筋トレをしてしまうという現象が起こってしまいます。例えばベンチプレスを60キロ10回3セットをですねずっと繰り返して行いなんとなく筋トレをやった気になってしまっている人が多いと思います。同じ回数同じ重さ同じセット数を繰り返していっても成長はしないんですよね。筋トレにはオーバーロードという考え方があります。オーバーロードはトレーニングごとに常に負荷刺激を高めていき筋肉をトレーニングに慣れさせずに筋肉の発達を促すというものになります。まあやり方はいろいろあって例えば使用重量を上げる回数レップ数ですね回数を増やすまたはセット数を増やす他にもですねセット数とセット数の間の休憩時間インターバルを通常よりも少し短くして行うなどです。例えばですねベンチプレスを先週は60キロだったから今日は 62.5 キロでやってみるまたはセット数を3セットから4セットに増やしてみるあとはセット間の休憩を短くしてやってみるなどです。よりですね負荷を高くすることで筋力というのがついてきます。2つ目は心拍数とタイムになります。走りのトレーニングもただなんとなく10本走るとか10キロ走るとかではなくてどんな目的で走るのかを明確にする必要があります。それによって走りのトレーニングの強度も変わってきます。では走る時の強度ってどうやって求めたらいいのっていう話なんですがそれが心拍数になります。自分の最大心拍数から逆算してトレーニングの強度を考えていくことが努力の質を上げるためにはとても大切になってきます。最大心拍数というものはですねこのように右側に僕の右側に計算式が出ると思うのですが個人差は多少ありますが最大心拍数の目安が分かると思います。例えば今日追い込もうと思った時に最大心拍数から逆算して最大心拍数の大体 85% から 90% の心拍数を目安にして走ったりします。心拍数は自分の脈を手で測ってやるやり方もありますがあまり正確ではないです。なのでですね僕はこのように Apple Watch を使って測っています。お金はかかりますが自分の体への投資なので大切だと思っています。それでもですね Apple Watch が高いという人はですね安くて心拍数を測れるものが他にもあると思うので、それでですね自分の心拍数を測ってトレーニングするというのがとても大切になってきます。他にもですねタイムを測るというのも目安になってきます。例えば1キロを7本走ろうとした時にただなんとなく1キロ走るのではなく各本数のですね時間を測っておくと次回走った時と比べてタイムがどうなっているのかで成長を自分の成長を確認することができると思います。3つ目は体と食事になります。これは当たり前ですが体重、体脂肪、筋肉量、食事であればカロリーやマクロ栄養素っていうのを把握してデータを取っていくことが大切です。これはですねアスリートであれば最低限やっておくべきことだと思います。自分の体調を常に把握しておくことはとても大事で僕は海外で長年プレーしていますがこのチームであってもですね必ずしも選手の体調管理をチームがですね細かくやってくれるとは限りません。むしろ自分でやることの方が多いです。
そういった場合に日頃からですね自分のデータを取っておくと体調管理またはトレーニングのですね管理がしやすくなります。例えば僕は日本に帰った時に必ずスポーツ医科学センターで筋肉量、反応速度、骨密度などのですね計測をして自分のデータを取っています。そうすると前回と比べてどのくらい成長しているのかっていうのがデータで可視化できるので、そのデータをもとにですね次にどんなトレーニングをしたらよいのかメニューを作りやすくなってきます。まず頭に入れておかなければならないのは努力はあくまで手段であって目的は結果を出すというところです。普段の練習や自己管理などはあくまで結果を出すための手段になります。これが分かっていないとですね努力が目的になってしまってただひたすら追い込むまたは辛い練習をしたから満足してしまうみたいなことになってしまいます。データを取っておくことで昨日の自分または以前の自分と比較できどのくらい成長しているのかというものが分かってきます。体重、体脂肪などのデータはみんな測っていると思いますが筋トレ、心拍数、タイム、カロリー計算っていうのは結構おろそかにしがちなのでなかなか成長できないなと感じている人はですね自分のデータを取ってやってみるといいのではないかと思います。もちろんデータを取るだけでは意味がないです。そのデータをもとに次にどんなトレーニングをしたらよいのかの計画を立てる必要があります。そのデータがあることでその計画も立てやすくなると思います。これらはですねとても面倒くさいという人もいると思いますが結局ですねこういった地味で面倒くさいことをコツコツですね毎日積み重ねた人がプロになって活躍しています。なのでぜひですね皆さんも実践してやってみてほしいなと思います。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。